風車風車のアニメーション風車は、風によって回る羽根のついた車の玩具。基本的な作り方としては、正方形の紙の四隅から、中心の半ばまで切り込みを入れ、各辺を一つ置きに中心に集め固定する。そこを回転軸として、柄に取り付けることで4枚羽根の風車となる。2個重ねて8枚羽根としたり羽根の先端に、飾りがついている場合もある。 また材料に紙ではなく薄いプラスチックを使用し、祭りなどの露店で子供向けに販売されていることも多い。遊び方としては、風が当たって回るのを見て喜ぶものであるが、都合よく風が吹くとも限らないので、口で息を吹きかけて、回したり、持って走ることで、風車を回す。恋のぼりの竿先にある風車は、矢車といい、その名の通り屋が羽となっている。これは、 中心から数本の軸を放射状に伸ばし、そこに矢羽のような羽根がついている。これに似て軸に紙の羽根を貼り付けた風車の例もある。恐れ山の風車遊び以外にも畑では風車を設置して取り除けとして用いることもある。また宗教的な目的や風向きを知るために設置されることもある。恐れ山菩提寺では境内のあちこちに 風車が置かれている。これには、死者への供養という宗教的な意味と、人体に有毒な、恐れ山の火山性ガスを含む、風の流れを知るためという実用的な意味の両方がある。沖縄ではこれを、カジマヤーと呼ぶ。やはり子供のおもちゃであり、有名なわらべ歌に、花のカジマヤーがある。また、カジマヤー祭は数え年97歳の老人を祝う、祭りである。 一般には旧暦の9月7日に行われ、老人に風車を持たせてパレードが行われる。風車を持つのは97歳になると子供に戻るためとされる。ありがとうございます。